はい、リケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、世界最小級のですね、めちゃくちゃ便利なギアを皆さんにね、ご紹介していきたいなと思っております。今日ね、ご紹介するものが、絶賛今ね、幕開けでクラウドファンディング中の新作ギアになりまして、もう早速ね、物を出していこうと思うんですけれども、こちらです。ちょっとこれね、パッケージ、今クラウドファンディングやってるものとパッケージとかはね、変わる可能性があるんですけれども、フレックステイルさんのゼロポンプというですね、新作の世界最小級の電動エアポンプになっております。電動エアポンプといえばですね、アウトドアアクティビティの時にエアマットとかね、そういったものを使ってらっしゃる方、こう口で膨らますとなかなかしんどくないですか？特にね、お酒飲まれる方なんかは、お酒飲んだ後にあれフーフーすると結構ですね、クラクラっとしてね、ちょっと気絶しそうなんてね、場面あったりすることもあると思うんですけれども、私もね、インフレータブルマットとか、まあエアマットまではいかないんですけど、その中間みたいなものを使っていて、口でね、膨らます場面っていうのがあるんですけども、やっぱりあれね、結構ね、しんどいんですよね。そんな時に役立つのが、こちらの、電動エアポンプになります。そして今回ね、このフレックステイルさん、たくさんの種類の電動エアポンプ発売されてるんですけども、今回はですね、エアポンプ特化型の超軽量コンパクトタイプのエアポンプになってるそうなんで、こちらね、皆さんと一緒にね、開封していきながら、今ね、クラファン真っ最中なんで、気になった方はね、ぜひね、クラファンの方もチェックしていただければと思います。ではね、早速こちらね、皆さんと一緒に詳細の方をね、見ていきたいなと思います。では行ってみましょう。はい、ではですね、こちらアップで見ていただくとこんな感じです。ちょっとね、今回の幕開けのね、クラファンのパッケージはね、また変わる可能性があるということでしたけども、非常にね、かっこいいパッケージになっております。ちなみにこちらですね、海外のクラファンで1億円以上のですね、支援を獲得したエアマット特化型のね、電動エアポンプということで、今回ね、日本初上陸になるそうです。私もですね、この電動エアポンプというものは今までね、興味はあったんですけれども、手にしたことがなかったので、非常にね、楽しみです。ではね、早速ね、開けてみようと思います。これをね、この矢印があるんでね、パッて出すんだと思うんですけども、いきますよ。こちら引っ張るとよっ、あ、結構ね、しっかり入ってますね。じゃん、こんな感じで出てきまして、おー、ゼロポンプって書いてありますね。ではね、開けてみます。じゃーん。あ、ここになんか、説明書みたいなものが入っております。あ、そして中身出てきました。こんな感じです。めちゃくちゃちっちゃいです。私のね、手と比べていただいて、私の手かなりね、女性並みに小さい手なんですけども、それと比べていただいても、めちゃくちゃちっちゃいですよ。これ本体、うわ、ちっちゃ。めちゃくちゃちっちゃ。ほんと指ぐらいですね。太さは指よりちょっとありますけど、でも、サイズ的には本当に指サイズ。私の中指サイズぐらいですね。めちゃくちゃちっちゃいですね。これ長さの方が、測ってみましょう。長さが、こちらが、約ね、7.5 センチ。そして直径の方が、2.56 ぐらいですかね。の大きさになってます。めちゃくちゃね、想像の二回りぐらいちっちゃいですね。うわ、ちっちゃ。しかもね、これね、素材なんだろうな、アルミかなんかでできてるのかな、おそらく。なんかすごくね、この本体の質感もいいですし、このデザインですね。ここもね、真っ平らではなくて、なんかちょっとこのね、凹凸のあるね、デザインが入っていて、このロゴと含めてですね、なんかめちゃくちゃかっこいい仕上がりになってると思います。ちなみにね、こちらが本体 33g、電池を入れてもなんと 49g しかないということで、めちゃくちゃ軽いんですよ。本当にね、びっくりするぐらいちっちゃいし軽いです。これならね、荷物の量を減らさなきゃいけないですね。こう登山の方とかそういった方でも、もう 50g 切ってますし、荷物もめちゃくちゃちっちゃいので、どっか隙間にね、入れておくなんていうね、使い方もしていただけるぐらいのね、コンパクトさ、そしてね、軽さになってるんじゃないかなと思います。
さらにね、エアマットの場合、私もね、いろんなメーカーのものを持ってるわけじゃないんですけども、エアマットの空気を入れる口っていうのが結構各社ね、違うみたいなんですけども、今回このゼロポンプに関しては、合計でね、6種類の専用ノズルがついているので、各社、例えばサーマレスト、クライミット、ニーモ、C2 サミットとかね、いろんなメーカーさんあると思うんですけども、そういったメーカーさんにも対応しているそうです。ちなみに専用ノズルというのはね、別のこの袋、またこれも多分ね、パッケージとか変わるかもしれないんですけども、こんな感じで各社にね、対応しているこのノズルというのもついてきますので、お手持ちのね、マットに合わせてこのノズルをね、選んでいただいて使っていただけるようになってます。ここにもね、1個入ってますね。こんな感じでね。あと、ここにストラップみたいなものも入っているので、ストラップ、多分ここら辺にね、ストラップをつけることができると思いますので、ストラップをつけておいて、さらにね、カラビナなんかをつけておけば、バックパックのね、外とかにぶら下げてね、持ち運ぶような感じで使っていただくこともできるんじゃないかなと思います。ということでですね、これ驚きのね、小ささになるんですけれども、あとね、気になるのが、この音ですよね。このポンプ、前に私もですね、アウトドアショップで、同じくね、このフレックステイルさんの、ちょっとね、どの機種だかまでは覚えてなかったんですけど、白いやつをね、試した時に、結構ね、初めて使ってみたんで、電源入れたら、めちゃくちゃでかい音がして、うわーってちょっとね、びっくりするぐらいの音だった記憶があるんですけれども、今回ね、このゼロポンプ、かなりね、音も静かになってるということなので、こちらでね、一回つけてみようと思います。これ、電源ボタンをね、2回押すと、電源がね、オンになるみたいなんで、これもね、なんか電源ボタン1回だと、なんかね、間違って押しちゃうなんてこともあるということで、電源ボタン2回押しでオンになるそうです。やってみます。うわ、めっちゃ静か。どうですか、これ。うわ、静かだわ。あ、風量もすごい、結構きますよ。全然この辺でも空気きますよ。余裕で。これはね、火起こしとかでも使えそうですね、焚き火の時とかね。こんなコンパクトサイズなんで、どっか入れといて、火吹き棒代わりにこれでですね、使っていただいて火起こしをね、していただくなんていうね、使い方もできるんじゃないかなと思います。で、もう一回押すと、オフになります。これでね、オフになるんですけども、これね、前に、さっきもお話ししたんですけど、試した別の機種は、もっと、わーんっていう感じで、なんか、ごう音とどろくじゃないんですけども、かなりのね、大音量が、響き渡るような感じの印象だったので、つけた瞬間にちょっとドキッとして、心臓止まるんじゃないかなってびっくりしたぐらいね、びっくりしたんですけども、今回のこのゼロポンプに関しては、かなりね、消音設計になってるんじゃないかなと思います。環境にもよると思うんですけども、これであればある程度ね、夜遅い時間、とかでももう深夜はね周りに迷惑になっちゃうと思いますけども、ある程度ね夜遅い時間とかでもエアポンプね使っていただいて、それこそ火起こしとかエアマットにね空気入れたりなんてしていただいても、そこまでね周りに迷惑にならないね音量なんじゃないかなと思います。もうね、川沿いのキャンプ場とかだったらね、川の水の音にかき消されて全然ね、おそらく聞こえない、周りの方に響かないぐらいのね、音量になってるんじゃないかなと思います。ちなみにね、音の大きさは 68dB になるそうです。ではですね、この後実際にね、ちょっとここだとね、広げられないので、エアマットの方が、場所を移動しまして、エアマットをですね、膨らましている様子、皆さんに見ていただこうと思います。ではね、行ってみましょう。はい、ということでですね、こちらのね、ゼロポンプ、実際にですね、エアマットの方をですね、膨らませてみようと思います。今日はですね、私が持っているマットということで、こちらのですね、ニーモのオーラのですね、私はレギュラータイプを使ってるんですけども、こちらを実際にですね、このゼロポンプの方で膨らませてみようと思います。普段はね、口でね、使うときは膨らませてました。そこまでですね、分厚いマットではないんですけれども、キャンプでですね、先に設営してしまえばいいんですけども、お酒とかね、飲んだ後だとやっぱりちょっとね、億劫になってしまう部分もありますので、こういったね、これだけのサイズ感でね、持ち運べるポンプがあれば、どこかね、隙間に入れておいて、いざね、設営の方が先にできてない状況でもね、ささっとね、使えるんじゃないかなと思います。で、こちらですね、この先、
ご紹介させていただいた通りですね、いろいろなねマットに対応するアタッチメントがついておりますので、ニーモ用のねアタッチメントの方をつけまして、こちらに差し込んでねビュッとねスイッチを入れればあっという間に膨らむと思いますので、どれぐらいね素早く膨らんでくれるのか楽しみです。はい、このようにですね今もペッタンコの状態になってます。この状態からですね、すでにねこちらの空気入れるところにですね、このニーモ用のアタッチメントの方をこのように、ね、差し込んであります。こちらにこの本体の方をですねこんな感じで差し込みまして、あとはこのねスイッチを入れるだけということなので、早速ねやってみようと思います。いきますよ、何秒で膨らむのかやってみます。おー、早い早い、めっちゃ早いですよこれ。どうですか、もうみるみる膨らんできました。おー、めちゃくちゃ早いこれは。はい、もうこんなもんでいいんじゃないでしょうか。はい、これでね入りましたので、あとはこれで蓋をしてですね、もうすぐ使えるということで、今ね秒数測ってないんですけども、かなりね素早くエアマットの方ね膨らませることができたんじゃないでしょうか。しかもねやっぱりねこちらのこの音がねすごく消音設計になってるのが嬉しいポイントかなと思います。これぐらいのね消音設計であれば、ある程度ね夜遅い時間に設営をする時にもですね、周りのキャンパーさんに迷惑をねかけることなくですね、このエアマットとかをね膨らませることができるんじゃないかなと思います。いや、しかしですね、改めてこうやってこのニーモのねマット、このオーラ、かなりねコンパクトサイズのマットなんですけれども、それと比べていただいてもこんなにちっちゃいんですよ。ほんとね、なくさないかだけが若干ね心配になるぐらいですね、めちゃくちゃコンパクトサイズなので、実際にねストラップみたいなものもつけられるので、ストラップとかつけてですね、カラビナとかもつけて、どこかにね引っ掛けておいてですね、もう定位置ここにこのポンプを置いとくみたいにやっておけばね、なくすことはね少ないんじゃないかなと思うんですけども、本当にねなくしてしまうのが心配になるぐらいねコンパクトサイズになっておりますので、これはねあらゆる場面でですね活躍することね間違いなしなんじゃないかなと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。これはねめちゃくちゃ便利ですね。今までね私も口でね空気を入れて膨らませてたんですけども、口でね入れて空気を膨らませるっていうのは、まあ便利というかね、何もギアがいらない反面、ギアにとってはね正直あまりね良くないことの方が多いと思います。なぜならば息でね吐いた空気の中にどうしてもですね、汚い話ですけど唾とかですね、そういったものがね含まれてしまうことがあるので、エアマットとかそういった中がですね見えないですけどもカビてしまうなんていう場面がどうしてもね発生しやすくなってしまうと思います。その点ね、口をつけずにこちらのですねエアポンプで空気を入れてあげればですね、そういった可能性がですね口で空気を入れてあげるよりも少なくなると思いますので、大切なギアをですね長持ちさせることができるんじゃないかなと思います。それにですねやっぱりフーフーするとね息切れもしますし、何かとねこうめまいなんかしてねちょっとね危ない場面なんかある可能性もありますので、そういった時にねこのコンパクトサイズでねこれだけのねサイズ感重さで持っていけるのであれば、エアマットとかとね一緒に入れておいてですね、膨らませる時にねビューッとね膨らましてあげた方がね楽ちんかなと思いました。そしてねこちら、こっちからね空気が出るんですけども、こっからね空気を吸ってますんで、逆の要領でですね圧縮袋みたいなものを空気をねこっから抜いて圧縮させることもできるんですよ。そういったものがフレックステイルさんからこういったね圧縮袋も発売されてます。冬のキャンプの着替えって結構ねかさばると思います。例えば私も今着てるんですけども、フリースとかあとダウンジャケットとかってやっぱね姉妹サイズかなりね大きくなってしまうと思うんですけども、こういったね圧縮袋で圧縮してね持っていって使う時だけね広げて使う、そしてねまた帰る時は圧縮して持って帰るなんてしてあげるとですね、荷物の傘も減らすことができますので、これがあればねエアポンプを膨らます、さらにこのね圧縮袋を圧縮させるというね使い方もできるようになります。ちなみにこのねフレックステイルさんの圧縮袋なんですけども、サイズの方がね SML とあるみたいなので、皆さんのねお好み、荷物の量に合わせてですねこのサイズはね選んでいただければと思います。私の方は今回ね S で、皆さんもねよくご存知だと思うんですけれども、
ワークマンさんのモンスターパーカーの方を圧縮してみようと思います。モンスターパーカーね、結構な傘あります。圧縮してない状態でですね、これだけの傘があるんですよ。こんな感じです。これがね、どこまで小さくなるのかというところをですね、皆さんにね、見ていただきたいなと思います。私もね、やったことないので、どれぐらいね、小さくなるのか楽しみではあるんですけれども、この今見ていただいた傘がですね、この圧縮袋によって、これ何枚入ってんだろう ?4 枚入ってんのか。あ、結構使えますね。これ S サイズなんですけど、こちらに入れてどれぐらいね、ちっちゃくなるのかね、やってみようと思います。まずね、こちら。こんな感じでね、二重ファスナーにここがね、なってまして、空気のね、漏れを軽減してくれます。一回開けて、で、こっからね、空気を抜くような感じになると思います。こんな感じですね。この S サイズの中に、モンスターパーカーをね、入れていきます。ちょっとね、カメラの位置的にね、すごく見づらい映像になってしまうと思うんですけども、ご了承ください。いかんせんね、撮影スペースがかなり狭いもので、はい。ではね、今、モンスターパーカーの方ね、こちらの圧縮袋の中に入りました。ではね、このパーツの方を使ってですね、こちらのファスナーの方をしっかりとね、締めていきましょう。こんな感じでね、スライドしてあげれば、このファスナーがですね、しっかり閉じる仕組みになってます。これでですね、今、現状、姉妹サイズの方が、こんな感じです。これ皆さん、覚えておいてください。はい。ではですね、こちらでですね、どんな感じでね、空気が抜けてくれるのかやってみようと思います。ではね、電源の方、オンしていきます。おー、すごい。すごい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 。うわ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 、めっちゃちっちゃくなるじゃん。すごっ。どうですかね、これでもうほぼ抜けた感じですかね。うわ、かなり強力ですよ、これは。うわ、ぺっしゃんこになった。はい、ということでこれでね、ノズルを取ってこちらのね、蓋をしてあげればこれでね、圧縮完了ということで、元々のね、半分、結構もともとね、かなりあったんで、半分、もうちょっと、3分の1、もしくはね、半分以下にはね、なってるんじゃないかなと思います。かなりね、このモンスターパーカーね、傘があるんですけど、見ていただいた通り、こんな感じでかなりね、圧縮して持ち運ぶことができるようになりました。これはですね、ダウン系のね、もの、例えば寝袋とかも荷物の傘を減らしたい方なんかはこんな感じでね、圧縮して持っていって使うときはですね、ちょっと開けてみようと思うんですけども、もうこれ開けるだけでね、空気入りますんで、ほらこんな感じですぐね、空気入りますんで、冬場のですね、セーターとかダウンとか、そういったね、傘が多いもの、タオルとかもいいと思うんですけども、そういったもののね、傘を減らしてあげるという使い方でもこれはね、大活躍してくれるんじゃないかなと思いました。いや、すごいですね、だいぶちっちゃくなりましたね。これでね、荷物の量を減らしてあげてですね、よりね、多くのものを持っていけるようにもね、なるんじゃないかなと思います。特にね、冬場のね、着替え、すごいね、傘取るので、これはですね、ありがたいアイテムだなと思いました。これでね、実際現地着いたら着て、また帰るときはね、圧縮して持って帰ればいいということなんで、めちゃくちゃこれはね、嬉しい仕様かなと思います。膨らますこともできるし、圧縮することもできるようになってます。はい、ということでですね、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はね、こちらのフレックステイルさんの新作のね、今絶賛クラウドファンディング中の最新ギアゼロポンプをご紹介させていただきました。見ていただいた通り、このね、コンパクトサイズ、こんなにちっちゃいんですよ。このコンパクトサイズでしっかりとですね、エアーマットも膨らませることができますし、さっきね、見ていただいた通り、このね、ワークマンさんのですね、モンスターパーカー、かなりのね、量があったものが、まあ、半分以下の量にね、減らすことができるというですね、めちゃくちゃパワフルなギアです。こんなちっちゃいのにね、どこにそんなパワーがあるのかなというぐらいですね、これはね、めちゃくちゃ使えるギアなんじゃないかなと思います。ちなみにね、現在幕開けでね、クラウドファンディング中なんですけども、通常はこちらですね、電池込みで8000
2900円の値段になるんですけども、幕開け 33% オフがまだね残っておりますので、そちらでですね応援購入するとなんと5999円でねこれゲットすることができますので、今までねエアポンプ欲しいけどなって思ってた方はこれ一石三鳥でね使えます。膨らませる、圧縮させる、あとはですね、焚き火をする時のね、火付けのね、こう空気を送るなんていうね、使い方もできると思いますので、超便利ギアということでですね、ぜひね、幕開けのクラウドファンディングのページの方もチェックしてみていただければと思います。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。